てあここはあれですね大広間ですかね毒味をしろ嫌だねなんで俺が毒味なんてしなくちゃいけないんだ俺以外の人間が毒味をしろコックは忙しい手を貸してやるめっちゃゴキブリいるすごいなんかモンストみたいな動きしてるゴキブリがうわー絶対反射だ貫通じゃないコックがうっすら見えてますね昔の話になるが支配階級へいう富裕層の人々は 富裕層に振ってあるのなんか優しいね。銀製の食器を好んで使っていた手入れの大変な銀製の食器を使うことで使用人を雇える経済力を世間に示したのであるちなみに銀製の食器は本当に手入れが大変で素手で触るとすぐ錆びるんで使うたび使うたび皮脂やら何やらを残さないように綺麗に拭き取る 作業がいるんですよねまた、銀食器は毒に反応して色が変わるため、毒殺の防止にも役立った。あ、そうですね。じゃあ話しかけてみますか、じゃあ。手伝えって言われるんだろうな。ああ、忙しい、忙しい。手を貸そう。ああ、ありがとう。見えないものに腕を掴まれた。この間の上に手首を押さえつけ。あえー、皆さん、今まで応援していただきありがとうございました。明日から、えー、全国展開されます、20グループの新しいレストランですがね、セラフダズルガーデンの指というあのメニューがございましてね。もしね、あの猟奇的なファンの方はね、えー、そっち こちらのの店舗方に立ち寄っていただいてね5限定での提供となっておりますのでねお早めに私の指をねお買い求めくださいちょうど手が足りなかったんだやば指なら20色までいけるぞ何を言ってるんだ足もいこうとしてる怖すぎるよお前が一番怖いよこの中で今頭蓋骨をかたどった器に変な色のスープが入っている一旦飲んでみるかいっぺん飲んでみるルル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 ル 一回入ったら出られないタイプの鉄子の部屋です。飲んでみよう。びっくりラは毒受けた。どこかで鍵の開く音がした。なんでやねえ。ああ、大変大変。ああ、ダメだよねーどっかで銀製の食器をね、手に入れたいんじゃないかなと思っているんです私あれ手が足りないって言ってなかったっけ今の手足あ、あげられるじゃん。ありがとう。ちょうど手が足りなかったんだ。俺にこれをやるよ。 はい来ました銀の鍵鍵をスープに入れるてん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 びっくりスープの中に入れた鍵が黒く変色した待って、えー、私こういうのを見ると気になってしまうんですねえー、銀黒く変色毒 えーと、銀が反応するのはつまり化学反応のことですが、何の成分に反応しているのでしょうか結論から言うと、その毒はヒ素という毒ですね。ヒ素はですね、銀や鉛の精レンジの副産物として得られる無味無臭の毒物です。あー、非常に優秀ですね。無味無臭らしいですよ。ヨーロッパで貴族の毒殺に用いられるようになり、それを防ぐために銀食器が流行したのだと。ちなみにヒ素はですね、日本でも毒殺に使用されていたようですね。ネズミを殺すための薬の成分がヒ素だったことがあったらしくて、過去に。ネズミだけじゃなくて人間にとっても猛毒だったようですね。 基礎らしいですね毒確かあれだよねシルバーアクセサリーかなんかの黒ずみってさ何かに入れてあげると戻せるんだよねあ重曹か重曹かな重曹灯油だった気がするなさて行きましょうか